Here is the story of Our Lady of Garabandal as told by the children. Wikipedia English writes about the incident as follows. A plaque showing Saint Michael the Archangel was placed near the site of the first apparitions on June the 18th, 1961. Four girls, Conchita Gonzalez, Janica Gonzalez, and Marie-Laurie Mason, all 12 years old at the time, and Marie Cruz Gonzalez, who was 11, were playing together near the village when they heard a sound like thunder, and suddenly an angel identified as Saint Michael the Archangel in dazzling white stood before them. The angel said nothing, and the girls, terrified by what they had seen, ran to the village church, and over the next few days the angel appeared to them again, but once again said nothing.1961年6月18日のこと。この村に住む4人の少女、コンチータ12歳、マリ・ローリ12歳、ヤシンタ12歳、マリ・クルス11歳が天使を見たと村民に告げた。信心深い村でもあり、あっという間にその噂は広まった。天使はミカエルを名乗り、ほぼ毎日のように4人に姿を見せた。日を追うごとに野次馬の方も増えていったが、彼らには天使の姿は見えなかった。ただ口々に少女たちの異様な反応について証言するのみであった。少女たちは恍惚とした表情でつまずき、首を大きく不自然なまでに後ろへ反らした。その姿勢のまま時には2時間ほど硬直していたという。広瀬林、ハママシティ、ジャパン。Hello, this is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan. Miracle or not? Miracles in Lurdu and Fatima. 奇跡か奇跡でないのか。Lurdu と Fatima の奇跡。1858年の2月11日、Lurdu にマリアが現れました。現在のフランスです。で、そのルルドへ皆さんを案内します。ここがルルドです。で、このルルドにマリアが現れたというのですね。で、これが現在のルルドです。まあ、敬虔なカトリック教徒の、まあ、メッカのようになっています。そして、数々の奇跡を行ったというんですね。で、これがその、まあ、その当時の少女です。スビルーって言うんですかね。まあ、この方は、聖スビルーになったということです。で、今度はファティマ、1917年の10月13日のことです。同じようにマリアが現れました。ポルトガルです。で、そのファティマへ皆さんを案内します。このファティマの奇跡の特徴はですね、何万人というかもっと多くの人がそれを目撃したということですね。これが現在のファティマです。太陽の奇跡と呼ばれています。三人の子供がマリアに会い、そしてマリアの、まあ、お告げと言いますかね、予言を聞いて、おびただしい数の人々が集まりました。この写真はですね、当時の写真だそうです。そして太陽が現れ、
太陽が、まあ、当時の人々の言葉を借りるなら、ダンスをしたというのですね。で、この話で思い出したのが、マリです。魔女マリです。マリアイコールマリということにはならないかもしれませんけども、マリが、まあ、ヘブライ語ですね。イシュタールのヘブライ語がマリです。そして、マリがマリアになったとも考えられるわけです。で、そのマリは、このアンボトの山に住んでいると言われています。まあ、これがアンボトの山です。まあ、スペインですね。現在のスペインです。で、このアンボトの山について調べてみました。マリが住むと言われる山の一つであると。まあ、いろんな伝説があるんですけどもね。まあ、豊穣の神というところから、イシュタールイコールマリ説が生まれました。そのマリは、まあ、マリアになったと。そういうことですね。で、アンボトの山へ、今度は皆さんを案内します。まあ、スペインの北部ということになります。ここにアンボトの山があります。アンボトですね。で、この、まあ、山頂付近の洞窟にマリが住んでいたと。そういう伝説です。で、この写真を、って言いますか、アンボトの山を調べてみましたら、やはりこう、まあ、あちこちに洞窟があるというような雰囲気なんですね。まあ、いかにもという穴が、この穴なんか特にそうですね。そしてこうした洞窟があるということです。で、マリは、この、まあ、アンボトの山の洞窟に住んでいると言われているわけです。まあ、距離が近いですからね。それでまあ、アンボトの山を調べてみました。で、ダヴィンチがですね、そうしたことを知っていたのだろうと思うんですけども、岩窟の聖母という絵を描いています。これはルーブル版ですけども、で、まずガブリエルって言われているこの女性を調べていますが、このガブリエルの座り方がおかしいですね。そして足は3本指です。で、私、まあ、いろんな姿勢でって言いますか、試してみたんですけども、この姿勢では、座ることはできませんね。で、軽くガブリエルの、まあ、左手はヨハネの背中に触れてはいますけども、支えているというよりも触れている程度ですね。これでは体を支えることはできません。となると、このガブリエルは、こうした体を持っていたのではないかと私は考えます。まあ、根拠がないわけではありません。このビデオにそのビデオを、つなげておきます。で、まあ、こうしたことをですね、考えすぎ、幻想、妄想というふうに批判なさる方は多いかと思いますが、ちょっと待ってくださいね。で、今度は、まあ、マドンナの方を調べてみます。このマドンナの体はですね、後ろの岩と接続しています。いわゆる連続しています。注意深くご覧ください。明るくしてみますと、いわゆるなってますか。色温度が同じということになるわけです。しかも、そのマリアの膝の上にいるのは、どうも蛇のようですね。まあ、蛇の隠し絵ということになります。ダヴィンチは、こうした隠し絵をあちこちで使っています。まあ、それについては、先ほど言いましたように、続くビデオをご覧ください。まあ、こうして、まあ、ダヴィンチはですね、マドンナが、まあ、上半身人間で、下半身が大蛇であることを示しました。これは洗礼を受けるイエスですけども、この絵の中にもやはり蛇が描かれています。まあ、左はコブラのようですね。そして右はまあ蛇ということになるわけです。ですからまあこうした隠し絵はダヴィンチの場合は珍しくありません。ということも考えながら、この岩窟の聖母を見る必要があります。なぜ岩窟なのかということなんですね。で、まあ考えられるのがラミアですね。これは神話に、中のギリシャ神話における、まあ、ラミアです。上半身が人間で、下半身が蛇、もしくはまあ、魚という説もあります。
で、マリですよね。やはりマリって言葉が出てくるわけです。ですから、ラミアというのは、マリの、まあ、なんて言いますか、ギリシャ神話名っていうことになるのではないでしょうか。で、アンボトにいるときは雨が降ったと。まあ、そんなことが書いてありますね。まあ、ここで、まあ、アンボとマリが一致するわけです。そして、その、近くに、ルルドがあるということですね。で、検証してみます。で、アンボとファティマ。それから右下がバチカン。そしてその上がフィレンツェですね。現在のフロレンスです。で、まっすぐ 270.0。で、まあ、西に行きますと、ファティマへ行きます。フィレンツェから 270.0 で行きますと、ルルドへ行きます。これは偶然なのか偶然でないのかということなんですよね。そして、バチカンの、建物はまっすぐと、ファティマを指し示しています。そのビデオはこのすぐ後につなげておきます。で、こういうのを見ますと、皆さんはただ単なる偶然だとおっしゃいますよね。偶然だ、偶然だ。そこでおかしなことが起きるわけです。まあ、これがいわゆるアンボトの山ですけども、まあ、この山も見るからにですね、これはというような山なんですよね。まあ、それも偶然かもしれません。またそういう山だから、そういった伝説が生まれたとも考えられるわけです。が、これは偶然じゃないんですね。ファティマの奇跡です。太陽の奇跡とも言われています。ミラクル・オブ・ザ・サンと言われてますね。これは当時のファティマの様子を知らせる新聞記事です。まあ、その中にこうした写真が載っているわけですけども、まあ、ざっと見て、人数は書いてありませんけど、何万人に近い人たちが、その日、天空に太陽のダンスを目撃するわけです。で、ほとんどの人が太陽の、ほとんどと言いますか、それを否定する人はいなかったというふうに新聞記事は書いてありますけども、太陽のダンスを目撃するわけです。これはファティマの奇跡と言われています。これは幻想なのか、幻想でないのか、奇跡なのか、奇跡でないのかということになるわけです。まあ、例えば今言いましたように、バチカンのね、まあ、西にファティマがある。これは偶然だと。確かに偶然ということもあり得ますね。フィレンツェの、まあ、西に ルルドがある。これも偶然かもしれません。しかし、これは現実なんですね。現実にあったことなんです。太陽、雲が分かれて、その間から太陽が出てきて、そして太陽が踊ったというんです。Our Lady of Guadalupe appeared on Tepeyac Hill to Juan Diego, a humble peasant farmer in Mexico, on December 12, 1531. It was just before dawn, and Juan Diego was hurrying to... 1531年12月9日のこと、メキシコ、グアダルーペのインディオ、ファン・ディエゴの前に、聖母が現れたとされる。聖母は、司教に聖母の大聖堂を建設する願いを伝えてくれるように求めた。ディエゴは、病気の親類の助けを求めに行こうとしていたため、話しかけてくる聖母を振り切って走り去ろうとした。すると聖母は、彼を制止し、親類の回復を告げた。ディエゴが戻った時、病気だった親類は癒されていた。聖母に司教へ印として花を持っていくように言われたディエゴは、花をマントに包み、司教官に運んだ。司教官に花を届けた際、ディエゴのマントには、聖母の姿が映し出されていた。ファン・ディエゴは2002年に列聖された。また、
彼が聖母を見たメキシコ市近郊のテバヤクの丘には巨大なグアダルーペ寺院が建てられた。1537年、ローマ教皇パウルス3世は、インディオは理性ある人間として扱われるべきという戒勅を発し、植民地におけるインディオへの迫害を禁止した。ヒロシハヤシ、ハママシティ、ジャパン。We encourage you to shop for her items by clicking on... Miss Marilyn Anderson wrote to me on July the 27th, 2016 as follows. I would say the most, not secret, but magical in America is likelyOur Lady of Guadalupe, thousands and thousands of Americans trust and rely on the magic of Our Lady of Guadalupe. And also, please see Kuan Yin at Joe's house of Weaverville, very magic like Our Lady of Guadalupe. Are Our Lady of GuadalupeAnd Kuan Yin won the same? アメリカ在住のマリリン・アンダーソンさんという方からメールが届いています。アメリカで最も不思議なことといえば、Our Lady of Guadalupe ではないかと。そしてもう一つ、クワンイン。寺院を挙げてくださいました。で、今日はその二つについて検証してみます。今、皆さんにご覧いただいているのは、1531年12月9日に、ファン・ディエゴという人の前に現れた聖母マリアということになります。このような形で、つまり様々な形でこうした記録が残されているということになります。もう一つはですね、ジョスハウスのクワンイン寺院と呼ばれているところです。まあ、このクワンイン寺院はですね、ゴールドラッシュの頃、1874年に中国系のアメリカ人の方たちによって、建てられた寺院ということだそうです。で、まあ、特に調べてみましたが、目新しいものはありませんでしたので、今日は割愛させていただきます。これがクワンイン寺院の内部だそうです。それでは皆さんをメキシコシティ近郊のグアダルーペ寺院に案内します。ファンディエゴは2002年に列聖されています。聖人に加えられています。これがグアダルーペ寺院です。巡礼地としてはカトリックの中でも最大規模の巡礼地になっているそうです。いわゆるまあ訪れる信者の数では世界で第3位にランクされています。で、このグアダルーペに聖母マリアが現れたというわけです。で、この、レイディ、マドンナのですね、この像を見て気がついたのが、この、マントなんですね。注意深くご覧ください。で、これがまあ、最も広く紹介されている絵なんですけども、そのマントには、8方向に伸びる星が描かれています。8方向に、伸びる光がですね、星が描かれています。そこに注意してください。8方向です。で、この8方向に伸びる星、あるいは星型はですね、シュメール、メソポタミアではですね、神を表す文字としても、
使用されていました。これは私が35、6年前に書いた本ですけども、この中央のくさび型文字がそれです。星イコール神イコールってことになるわけですね。発音はディンギルと発音します。ですからまあ、ただ単なる星ではないということですね。で、これはミトラ教の神事の様子を表したものですけども、その壁に同じ記号が書かれています。一見すると星のように見えますが、星ではありませんね。注意深くご覧ください。このように天井に8方向に伸びる星が描かれています。で、その中央のくさび型文字と、今のミトラ教の神事の様子の中に描かれていた、この星と比べていただくとわかりますように、正確にくさび型文字の神を表す、まあ文字をですね、表しているということになります。ただ単なる星ではないということですね。そして、これが基本となり、まあこれがアヌ王を表しているのかもしれませんけども、基本となり、イシターのシンボルマークが出来上がったと、私、林浩司は判断しています。まあ、丸の中に示したのが、8方向に伸びる、まあ、星ですけども、これは、イシターのシンボルマークです。イナンナ、イシターのシンボルマークです。シュメールでは、イナンナと呼ばれていました。日本でも、イナンナと呼ばれていました。イナンナ、イシターのシンボルマークです。これはバビロニアに見つかっているアーティファクトですけども、日本の縄文ヴィーナスとコンセプトを同じにします。ともかくも、左はマリアイコール8方向の伸びる星がシンボルですから、マリアイコールイシターということになります。まあ、このようにして繋がっていくということですね。こうした私、林浩司の説の一方で、まあ、ローマンカトリックの方は、どのように説明しているか、ということですけども、まあ、星は星なんだと。で、これは、聖母が海の星であることを示していると。いわゆるシースターですね。論ですね。で、別の公式のサイトにも、次のように説明してあります。ここが重要なところですから、正確に翻訳します。聖母のマントの星は、聖母が天国からやってきたことを示す。聖母は天国の女王としてやってきたが、聖母の目は慎ましく、そして慈愛に溢れている。星はまた、この像の超自然的な性質を示している。1983年に出版されたメキシコのジュアン博士の研究によれば、象に表現されている聖母のマントの星は、1531年12月12日、冬至の時、その夜明け前の朝に現れた星々を正確に示している。という。なお、続く動画の中で詳しく説明しますが、ローマ法王の紋章は変更されています。左が従来のローマ法王の紋章です。右が現在の法王の紋章です。星の形に注意してください。左は5方向に伸びる五芒星です。右は8方向に伸びるイナンナ・イシュタールの紋章です。で、結論ということになります。1531年、つまりレオナルドなる画家が死んだとされる1519年から数えて12年後のこと。メキシコのインディオのファン・ディエゴが聖母マリアに会ったということになります。コロンブスが初めてアメリカ海域に入ってからでもたったの39年後のことです。そのマリアのマントには8方向に伸びる星が描かれていたというのです。もし
海の星であるなら、歴代の法王の紋章のように、五方向でもよかったはずです。八方向ではなく、五方向でもよかったはずです。つまり、八方向などという星は、メキシコのインディオであった、ファン・ディエゴが知るはずもないことだったのです。が、マントには、八方向に伸びる星が書いてあった。つまりこれは、星は星でも、私、林博士は、イナンナ・イシュタールのシンボルマークの規制、もしくはさらに言えば、メソポタミアでいう、神を表す、くさび型文字であったと判断しています。が、この事実は、現在のカトリックにとっては、とてもまずい話ということになります。マリアイコール、イナンナ・イシュター説を裏付けることになってしまうからです。あるいは、バビロニアの神説を裏付けることになってしまうからです。だから、カトリック側は、海の星、つまりシースターと位置づけている。わかりやすく言えば、ファンディエゴの前に現れたレイディ、つまりマドンナは、自らイシュタール・イナンナをこういう形で名乗ったということになります。つまり、私、林博士のマリアイコールイナンナ・イシュタール説が、図らずもこのような形で、ファンディエゴの証言により裏付けられたということになります。繰り返しますが、八方向に伸びる星は、金星を表し、それはイナンナ・イシュターのシンボルマークなのです。1531年にファン・ディエゴの前に現れた聖母は、その八方向に伸びる星のマークを身につけていたのです。私はイナンナ・イシュターなのよ、とです。聖母マリアはイナンナ・イシュターだったのです。マリリン・アンダーソンさんからのメールから、私は以上のような情報を読み取りました。マリリン・アンダーソンさん、どうもありがとうございました。ゼカリア・シティン ended his book The Earth Chronicle as follows. The realization that we are not aloneeven in our own solar system, and the coming re-encounter with another, more advanced civilization, should be at the top of humanity agenda. In that respect, a conference such as this is an important step in the right direction. To know the future, study the past.ゼカリア・シッチンは地球年代記の最後で次のように書いています。この太陽系だけでも地球人だけが知的生命体ではないと私たちがまず気がつくこと、そしてやがて私たち人間が私たちの文明よりはるかに優れた生命体と遭遇することを地球人である私たちは最重要の課題とすべきである。この点において正しい方向性を持った会議を持つことは重要なステップである。つまり未来を知るために私たちは過去を学ばねばならないと。広志林浜松シティジャパン。
According to the ancient tradition, during the night between 4th and 5th August in 352 AD, the wealthy Roman patrician Giovanni had a vision in his sleep of the Virgin Mary, who asked him to build a basilica dedicated to her, where he would have found miraculous snow the following day. On that morning, Giovanni went and spoke to Pope Liberio, who admitted to have had the same vision. The snow was actually discovered on the nearby hill, and the basilica, which is now called Santa Maria Maggiore, was built on that place. 352年8月4日と5日にかけて、ジョバーニという貴族が夢の中でビジョンを見ます。そしてその夢の中に聖母マリアが現れ、ジョバーニに教会堂を聖母マリアに捧げるようにと告げます。そしてその場所で、その翌日、聖母マリアはジョバーニに雪の奇跡を見るだろうと告げたと言われています。で、ジョバーニはリベリオ法王に告げると、法王も同じビジョンを見たことを認めたというのです。そしてその場所で実際雪が降ったと言われ、繰り返します、その場所で実際雪が降ったと言われ、その場所に後にサンタマリア・デラ・ニーヴェと呼ばれる教会堂が建てられました。現在サンタマリア大聖堂と呼ばれている聖堂がそれです。ローマンカトリックにおいても最重要の大聖堂の一つとなっています。広し林浜祭りジャパン。352年8月に起きた雪の奇跡事件は本当に雪だったのかということになります。で、もう一枚の絵が残っています。右の絵がその絵です。同じく、サンタマリア・マジョーレ大聖堂に残っている絵ですけども、この中に雪らしきものが表現されています。赤枠で囲ってみました。拡大してみます。このような形で8月という真夏にですね、このような雪が降ったというのですが、これは本当に雪なのかということなんですけども、同じくサンタマリア・マジョーレ大聖堂に残る絵の中にはですね、明らかに UFO と思われる物体が描かれています。この物体に注意してください。これは誰が見ても UFO です。今さら検証するまでもありません。で、この UFO とエンジェルヘアということになるわけですけども、UFO が現れるとですね、このエンジェルヘアも現れるということはよく知られています。あのファティマの踊る太陽事件の時も、そのエンジェルヘアが現れたと言われています。で、エンジェルヘアといえば、同じくイタリア、フロレンスで現れたエンジェルヘア事件があります。まずその動画をご覧になってください。私林博士はエンジェルヘアが雪に間違えられたのではないかと考えています。Football match in Florence, Italy 1954. 60 years ago, a football match ground to a halt when unidentified flying objects were spotted above a stadium in Florence. Did aliens come to Earth? If not, what were they?
60年前の1954年の10月27日のことでした。イタリアのフロレンスの上空に UFO が現れ、サッカーの試合が中断されるという事件が起きました。エイリアンが地球へやってきたというのでしょうか。もしそうでないというのなら、彼らは一体何だったというのでしょうか。広志林浜祭りジャパン。It was the 27th of October 1954, a typically crisp autumn day in Tuscany. The mighty Fiorentina club was playing against its local rival Pistoia. 10,000 fans were watching in the concrete bowl of the Stadio Artemi Franchi. But just after halftime the stadium fell eerily silent, then a roar went up from the crowd. The spectators were no longer watching the match, but were looking up at the sky. Fingers pointing. The players stopped playing. The ball rolled to a standstill. One of the footballers on the pitch was Ardico Magnini. He was something of a legend at the club and had played for Italy at the 1954 World Cup. I remember everything from A to Z, he says. It was something that looked like an egg that was moving slowly. Everyone was looking up and also there was some glitter coming down from the sky. Silver glitter.We were astonished. We had never seen anything like it before. We were absolutely shocked. Play was suspended because spectators saw something in the sky, according to the referee's match report. Among the crowd was Gigi Boni, a lifelong Fiorentina fan. I remember clearly seeing this incredible sight, he says. His description of multiple objects differs slightly from Magnini's.They were moving very fast and then they just stopped. It all lasted a couple of minutes. I would like to describe them as being like Cuban cigars. They just reminded me of Cuban cigars, in the way they looked. Boni has spent many years reliving that day in his mind. I think they were extraterrestrial. That's what I believe, and there's no other explanation I can give myself.Another of the players, Romolo Tucci, still sprightly in his 70s, agrees. In those years everybody was talking about aliens, everybody was talking UFOs and we had the experience. We saw them directly, for real. The incident at the stadium cannot simply be interpreted as mass hysteria. There were numerous UFO sightings in many towns across Tuscany that day and over the days that followed.According to some eyewitness accounts, a ray of white light was seen in the sky coming from Prato, north of Florence. Another man who relishes the chance to speak about that day is Roberto Pinotti, the president of Italy's National UFO Center. He has written many books about UFOs and his home in the center of Florence is stuffed full of alien memorabilia, posters of old Italian B-moviesframed newspaper articles and black and white photographs of blurry flying saucers. The players and the public were stunned seeing these objects above the stadium, Pinotti says. At the time the newspapers spoke of aliens from Mars. Of course now we know that is not so, but we may conclude that it was an intelligent phenomenon, a technological phenomenon and a phenomenon that cannot be linked with anything we know on Earth.He's also intrigued by the material that fell from the sky. What Magnini describes as silver glitter. A wave of flying saucers over Italy, reported the Domenico del Coiere 3 years later. With thanks to the Fondazione Coiere della Sera for the use of material from their historic archives. It is a fact that at the same time the UFOs were seen over Florence there was a strange, sticky substance falling from above,In English we call this angel hair, says Pinotti. The only problem is after a short period of time it disintegrates. As a 10-year-old boy he witnessed this phenomenon himself. I remember, in broad daylight, seeing the roofs of the houses in Florence covered in this white substance for 1 hour and, like snow, it just evaporated. No one knows what this strange substance has to do with UFOs.Variously described by witnesses as similar to cotton wool or cobwebs, the substance was hard to collect because it disintegrated on contact, but some people were determined to find out what it was.
One of them was a journalist at the Florentine newspaper La Nazione, the late Giorgio Bettini. In 2003 he told an Italian television program, Voyager, how on that day he received hundreds of phone calls about the sightings. From the offices of La Nazione in the center of town, his own view of the sky was blocked by the cathedral, so he went up to the top of the newspaper's building to see what everyone was talking about. The 81-year-old recalled seeing shiny balls moving fast towards the dome of the cathedral. Bettini ventured out to investigate. He came across a wood outside the city that was covered in the white fluff. He gathered several samples by rolling them up on a matchstick, and took them to the Institute of Chemical Analysis at the University of Florence. When he got there, he found that others had done the same. The lab, led by respected scientist Professor Giovanni Canerai, subjected the material to spectrographic analysis and concluded that it contained the elements boron, silicon, calcium and magnesium, and that it was not radioactive. Unfortunately, this did not provide any conclusive answers, and the material was destroyed in the process. Could it have come from a UFO? It's an absolutely silly idea. Science totally rejects this idea, says US Air Force pilot turned astronomer James McGaha. From the Grasslands Observatory in southeastern Arizona, he has spent more than 40,000 hours staring at the night sky. Not to mention the additional hours he's spent in the cockpit of US fighter jets. You know, the whole UFO phenomenon is nothing but myth, magic and superstition, wrapped up in this idea that somehow aliens are coming here either to save us or destroy us, he says. In McGaha's view, the whole spectacle, angel hair and all, was nothing more than migrating spiders. When I looked at this case originally, I thought perhaps it was a fireball, a very bright meteor breaking up in the atmosphere. They can be cigar-shaped with pieces breaking off. But it became fairly apparent that this was actually caused by young spiders spinning webs, very, very thin webs. The spiders use these webs as sails and they link together and you get a big glob of this stuff in the sky and the spiders ride on this to move between locations. They just fly on the wind and these things have been recorded at 14,000 feet above the ground. So, when the sunlight glistens off this, you get all kinds of visual effects. As some of this stuff breaks off and falls to the ground, this all seems magical, of course, says McGaha. But I'm fairly confident that's what happened that day. This theory is backed up by the fact that September and October are the months when spiders in the Northern Hemisphere migrate, and spectacular spider migrations still make headlines today. But it hasn't convinced everyone. Of course, I know about the migrating spiders hypothesis. It's pure nonsense. It's an old story and also a stupid story, says Pinotti. He disputes the spider theory because of the chemical analysis of the angel hair samples. Spider silk is a protein, an organic compound containing nitrogen, calcium, hydrogen and oxygen, not the elements reportedly found in the samples Bettini and others brought to the university. 60 years on, the chances of determining the cause of the incident are slim. I wouldn't trust any reports of an old and strange event like this unless I'd seen the data, says science writer Philip Ball. He agrees that the elements said to have been observed in the angel hair don't seem to tally with the spider theory. Magnesium and calcium are fairly common elements in living bodies. Boron and silicon much less so. But if these were the main elements that the white fluff contained, it doesn't sound to me as though they'd come from spiders, he says. So it all remains a mystery. No matter what the scientists say, those who were there are convinced that what they saw was unlike anything on Earth. Rimolo Tucci just feels lucky to have been there. His eyes dance excitedly as he remembers that curious day. I was spellbound and I was also so, so happy.
UFO 現象に伴ってエンゼルヘアが現れるという報告はローマ時代の昔からあります。そして聖母マリアがですね、人間の前に現れて、いわゆる人間を指導するという事件は過去においてもたびたびありました。最もよく知られている事件がですね、グアダルーペ事件というのがあります。そのグアダルーペ事件の時はですね、ファン・サンディエゴの前に聖母マリアが現れてですね、やはり同じように聖堂を作るようにという指示を与えています。つまり今ご覧いただいているのは、これは現在の、雪の奇跡事件を再現した祭りということになりますが、雪ではなくて実は UFO 現象に伴うエンゼルヘアであると解釈すると、その謎も解けるということになります。はっきり言えば352年の8月という夏の日に起きた雪の奇跡事件なるものは、言うなれば聖母マリアの手品の一つであったということになるのではないでしょうか。 Bye for now. No one knows what skin color the Paracas people were wearing. It is widely believed that they had brown skin just because they lived in South America. In other words, like other Incas, the skin color of the Paracas people must have been black. But is this really correct?In this video, I, Hiroshi Hayashi, will reconsider the skin color of Paracas people. パラカス人がどんな肌の色をしていたか誰も知りません。ただ南米に住んでいたという理由だけで褐色の肌を持っていたと考えられています。つまり他のインカ人と同じように肌は黒かったはずであるとです。本当にそうでしょうか。そのように考えてしまって良いものでしょうか。この動画の中ではパラカス人の肌の色について考えてみます。広志林浜松シティジャパン。パラカス人、ここでは縦長長頭頭蓋骨を持つ人々を一応パラカス人としておきますが、そのパラカス人はどんな皮膚の色を持っていたかということですね。その一つのヒントが、私はイタリアのサンタ・マリア・マジョーレ大聖堂に残る絵画にあると考えています。これがその絵画ですが、この絵画そのものはスノー・ミラクル、つまり雪の奇跡事件を表したものと言われています。その中心に奇妙な人物が立っています。で、その前に一つ注意しておきたいことは、この絵画はどうやら何度も
修復を重ねているようです。古い絵画に右のような絵画も残っています。丸で囲った部分に注意してください。フードの色そのものが違います。スカートの表現の仕方も違います。つまり現在残っているサンタ・マリア・マジョーレ大聖堂のこの絵は前提として全く当てにならないということです。で、私が一応古い、つまり修復前の絵と判断しているのを使って今日は検証を進めたいと思います。今ご覧いただいているのは両方とも修復後の絵と思われます。で、こんなところにもその修復跡が残っているのではないでしょうか。この白枠で囲った部分に注意してください。右に拡大してみました。どうやらここには人の顔が描かれていたようですが、その顔が消されているような感じになっています。つまり修復がなされている可能性があるということになりますが、こうした絵画の修復は半ば日常的になされていたと考えるべきではないでしょうか。が、それはともかくも先の中央の人物に注意してみたいと思います。これは修復後の絵ということになりますが、ここに描かれているビショップは大変美しい顔をしています。顔立ちも整っていますが、右の方は修復前、少なくとも現在の絵の直近の修復前の絵ということになります。で、右の人物に注意していただきたいと思います。右の人物は果たして人間なのかということなんですね。この耳の表現の仕方も違うようです。そして顔もですね、左ほど綺麗では、つまり端正ではないということです。で、私はですね、もう6年近く前にこの人物と超等人間の頭蓋骨が酷似していることに気がつきました。で、比較してみますが、ただ残念なことに右の絵はですね、かなり修復された後の絵であるという点と、解像度の高い写真が残っていないということですが、それでもこうして比べてみるとですね、大変よく似ているのがわかります。このサンタ・マリア・マジョーレ大聖堂はですね、雪の奇跡事件が起きているところです。つまりマリアが現れてですね、このような大聖堂を作れというようなお告げを得てできた大聖堂だということです。まあ、そこに火星人イギギ、すなわちパラカス人がですね、現れてこのような指導をしたとしてもなんだおかしくないということになるわけです。で、ここに描かれているビショップを見るとですね、いわゆるチョークホワイト、チョークのように白い肌とほんのりと赤い頬ですね、そして髪の毛の部分もですね、どうやら髪の毛ではなくて顔の白と後頭部の白がつながっているように見えます。で、この人物が縦長長頭頭蓋骨を持ったパラカス人の一人であるとするならばですね、パラカス人はですね、白い肌を持っていたということになるわけです。またそのように考えることは合理的なことだと思います。繰り返しますが、サンタマリア・マジョーレ大聖堂に残っているこの絵はですね、ただの絵ではないということです。もう一つその絵をご覧ください。この中央部には UFO らしき物体が無数に表現されています。一般にはパンと言われていますが、パンのはずがありません。そしてここに雪が降っている様子が表現されています。
まあ、私林博士はエンゼルヘアと判断しましたが、そういう絵の中にそのビショップが描かれている。証拠はこれだけではありません。この絵は一応レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたと言われているスケッチ画です。左にいるのが今から2000年前のイエス・キリスト、この人物にひげをつけたのが私たちが現在知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの年老いてからの肖像画ということになります。ともかくもその右にいる人物に注意してください。私が火星人と判断した人物です。で、この人物も縦長超頭頭蓋骨を持った人物と考えられます。つまりパラカス人と一致するわけです。異様に長い指ですね。そして首の顎の下には、生命維持装置のようなものをつけています。そして赤い部分で示しましたように頭が縦方向に異様に長いということですね。つまり地球人ではない、つまり火星からやってきた火星人であると判断しました。太古の昔にはイギギと呼ばれていたということになります。この人物の頭蓋骨とパラカスの縦長超頭頭蓋骨を持った人物の、まあ、骨とですね、一致するということです。今まるで示したのが生命維持装置のようなものであると私は判断しています。顎の下から背中の後ろへとつながっています。で、この人物に注意してください。そしてパラカスで見つかっている縦長長頭頭蓋骨と比較しています。一致します。特に下顎がですね、異様な受け口になっている点に注意してください。下顎の歯がですね、上顎の歯を包み込むようにしてその位置が決まっているということです。その表現の仕方はですね、右のパラカスの縦長長頭頭蓋骨を持ったパラカス人のそれと一致します。で、ここに描かれている人物が果たして茶褐色のいわゆる有色人種なのか、それとも白人なのかということになります。もし茶褐色の有色人種であるならばですね、左のつまりはダ・ヴィンチなるかが描いた2000年前のですね、イエスの顔と色がですね、違うはずということになるのではないでしょうか。で、結論ということになりますが、現在パラカス人ですよね、超頭頭蓋骨を持った火星からやってきたパラカス人はこのような色で表現されていますが、実際にはチョークホワイトではなかったかということです。で、私の方で白くしてみました。つまりこれがパラカス人と言われている超頭頭蓋骨を持った異星人の本当の肌の色ではないかということになります。いかがでしょうか。